こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。みっくんです。はい、今日はですね、あの一般の方が中古車をね、うん、買う手段っていろいろあると思うんですよ。ネットで買ったりとか、うん、販売店に直接行って、うん、車見て買ったりとか、うん、まあお店で買ったりとかね、うん、ディーラーさんで買ったりとか、うん、あると思うんですけど、うん、今日のパターンは、うん、これ車を手に入れる手段としては、うん、一番リスキーなケースのご紹介です。リスキーですよね、今回のケースって。俺だったら一番いいやり方だと思うけどね。いやだからちゃんと分かる人だったらね、車のこと分かる人だったら、はい、まあ、安く買えるっていうところは利点かと思うんですけど。そうだよ、だって車ってさ、はい、どうやったら安く買えるかなって考えた時にさ、はいはい、今回のやり方が一番いいと思うよ。そうなんです、はい、でもこう表と裏があるんですよ、今回の場合は、はい、まあ、そういうところを今日紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。でもやっぱ車を一番安く手に入れるのって、はい、例えば、はい、所有者のおじいちゃんと仲良くなっといて、はい、その人がもう亡くなる寸前に譲ってもらうっていうのが俺一番安く手に入れるパターンかと思うんですけど、どうですか。一番安くなるパターンはそうじゃないですか。あ、そうじゃないですか、はい、ちょっと教えてくださいよ。そのじじいが早くもらって、はい、あの何も知らない身内の人から、うんうん、あの処分してあげるからってもらってくるのがいいです。あ、なるほど。そしたらただで、ね、そうです。しかも、はい、ひどいやつがいて、はいはい、本当もう舌打ちしちゃうぐらいひどいやついて、はい、例えば車屋さんだとするじゃないですか、うんうんうん、ね、でこう車検とか修理とかでいろいろ持ち込んだりとかしてもらってて、はい、でその人が亡くなっちゃった時に、はい、ね、あの車は、うん、まあ、そっちにあるわけですよ、うんうんうん、でその時に、うん、なんと、うん、その亡くなってすぐに、はい、その遺族の人に、うん、あの借金があるんですけど、あの修理代がまだもらってないんですけど、ね、あ、なるほどね、ないものを請求したりとかするんですよ。なるほどね、実は払われてないんだよと。請求書見せて、はいはいはい、こういうね整備したとか、はいはいはい、こういうこうあのなんかチューニングしたみたいなので、うんうん、書いて出すわけですよ、うん、でこれ払ってもらえないんで、じゃあ車、いやそんなに急に言われてもとかってなるじゃないですか、うん、なりますね、はあ、そしたらあの、いや、じゃあ車もしあれだったら車買い取るんで、うん、それであの、ね、相殺しませんかみたいなさ、はいはい、悪いやつですね。そうそう死人に口出してやつ。そう、俺あのなんかね、はい、風の噂で聞いたんですよ。ああ、そういう人もいるっていうことですね、はいはい、近くにいるんですけど。近くにいるんだ。はい、本当に、まあ、業者の中ではそういうやつもいると。そう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 、もっと悪いやついて、はいはい、なんかあの新教宗教みたいなことを作って、なんとか教とかって言ってて、この人じゃないの、なんかお布施だとかって言って、お布施だとか言ってこう、はいはい、なんか車をタダでこう、あの、あ、なんかね、寄付するみたいな感じでね、はいはいはい、なんかこう茨城県 S 市に、某 S 市に、ね、某 S 市に本拠地がある、なんかすごい、そうそう、M 市って言われてる、M 市、それが一番悪いんですよ。はいはい。はい、ティーダー MC かもしれないですね。そうですね、はい、まあそれではちょっと冗談なんですけど、はい、今回のお車これ、はい、32 GTR なんですけど、はい、これさっき冒頭でも言った通り、お客様が個人売買でご購入されたお車なんですよね。でなんかすごいお客さん後悔しちゃったみたいな。そうです。どういうところがあれなんですか。結局車がこうずっとこの車って、はい、その前の所有者が、うん、まあ、ずっと持ってて、まあ、乗ってなかったんですよ。あ、なるほどね。で、うん、あるのしてて、うんうん、譲ってほしいと。あ、よくあるパターンですね。そう、うん、車あるのしてて、うんうんうん、ずっと乗ってないし、うん、ね、ずっと置いてあるわけだし、乗ってないんだったらもう飽きちゃったのかなみたいな感じでね、うんうん、そしたら、はい、じゃあ売るよみたいな話になって。なるほどね。で、まあ、比較的、はい、多分安く、まあ、個人売ですからね。個人売なんで、はい、売ってもらえたんですよ、はい、よし持ってきたとかっていう話になって、うんうん、車をね、いろいろ部品を交換しながらこう直してって、はい、で車検、いざ車検を取ろうと思って、はい、まあ、当然自分で取れなかったから、うん、まあ、整備工場さんにお願いしたわけですよ、うんうんうん、したら持ち込んでいくじゃないと、こういう車こんなの無理だと。そう、え、なんで、
待って、はい、いやこんなレーシングカーダメだよって話になって、そうなんですよこれ、はい、見た目さもうドラッグマシンじゃないですかこんなの、よく昔よく見た形ですよこれね。で、はい、あの何社か断られたわけですよ、はいはいはい、1社だけじゃなくて、ね、はいはい、でこれ乗れないって話になって、はい、で裏はめになったということですね、はい、じゃあオーナーさんは車検取って乗りたかったんだけど、はい、もう元々の状態が、はい、車検を取るとても取れるようなもんじゃなかったと、うん、あの実際、はい、この車を車検取ろうとしたら、うん、正直、はい、取れます。俺トラスト規格だったらできると思いますよこれ。取れます。ただ取れるんだけども、はい、だけれども、比較的お金がかかります、うん、これです問題は。そうですね、要は安く買ったのに、うん、ね、車検取るのに、ね、車検取るのに100万か膨大なお金かかるんだったら、うん、いやちょっと待ってって、うんうん、そしたら安く買った意味がないじゃないですかって話で、はい、だちょっとあの買う車ミスっちゃいましたねこれ。そうこれね、まあ買うところが間違ってたっていうか、うん、買う車間違ってた。車間違えましたね。そうですね、はい、ちょっと車見たいんですけど、はい、これまず外見ね、パッと見るとまあ32 GTR に見えるんですけど、ちょっと中側の様子がおかしいんですよね。室内がちょっとなんか室内のあるべきものがないみたいな。ああ。これレーシングカーですか？あ、そうですね、はいはい、まずあの、不必要なものはすべて取り除きました。そうですよね、はいはいはい、でなんかジャングルジムみたいな、あのなんかここにほらバームクーヘン、はい、ね、あーよくねバームクーヘンでこうぐるぐる回ってる、あの絹川の駅のあそこでこう回ってるやつ、そうそうそう、あるある、美味しそうなやつ、うん、ほら何個も入ってるんですけど、お菓子屋さんだったんだこの車。そうそうそう、はい、まあ不必要なものはすべてね、なんもないですよ、はい、アンダーコートもないじゃないですか、はい、剥がしちゃってもう、はい、でロールケージ組んで、屋根もないですよ、屋根もないですよ、ピラーも内張りもない、内張りもないですよ、はい、はい、でなんかトランクルーム見たらねすごいんで、これザウルスのウィングですね、ドラッグウィング、はい、ほら何すかこれ金属のアルミの箱です。これはジュラルミンケースですか？そうです、オープン、はい、あーなるほどね、はいはい、これは、はい、安山タンクってやつですねこれ、はい、安山タンク、はい、そうです、はい、要はこの車って使用目的が、うん、サーキットで、うん、使ってた車、うん、で普段乗りしてないんですよ、その時だけ走ってる、サーキットに行って乗るためだけの車です。あ、はい、だからいいことがあって、うん、走行距離見てくださいまさかの何キロですか？4万キロです、改ざんじゃないです。あ、そうなんだ、本当に4万キロです。もう本当にこれ買った時からサーキット用なんだ、はい、そうです。あー、なるほどね、そう4万キロ実走行です。しかもなんかこう、はい、実走行4万キロでサーキットしか走ってないからボディは綺麗だね甘いですね。これ塗ったボディは塗ってあるんです。あ、塗ったんですね、この車はですね、うんうん、サーキット仕様だけあって、うん、王子と仕様です。あー、やはりぶつけてます、前から後ろから、ね、だからその分乗ってる期間が短い、ね、あー、なるほどね、もっと乗ってる期間が短い理由を教えます ね、うん、ね、一応途中までは車検あったんですよ、うんうん、一応最初の頃だけは。今最新で車検取ったのがなんとこのステッカーでか、あの当時ものそうです、はい、これいつですか？ここを見てください、こっちから見ると分かります、はいはい、平成でしょもう絶対に、はいはい、何年？なんと平成14年。わお平成14年でもすでに車検が切れてて、なるほど、ね、その後一切車検を取っていません、はいはい、しかもずっと乗ってないと。そう、しかもずっと乗ってないと。うわうわうわ。で、はい、あのそのこの車はね、そんなに、うん、車外タービン入ってたりとか、うんうん、なんかインジェクターが大きいのに変えたりとか、うん、カモいじったりとか、うんうん、ね、
そういうものってね、実はないんです。そうですね、見た感じないんです。ただ不必要なものを全て取り離されてるので、これがスカスカじゃないですか。あれ、ここってあれがありますよね本当は。コンデンサーっていう。コンデンサーね、エアコンがない。必要でないものは全部取り払われてます。ここになんかこう四角いなんかこういうありますね、本当はね。 ABS っていう、はい、あのブレーキのパイプも2本足りませんね。ありません。はい、これ2本しかありません。2本しかないですね。はい、はいはい、そうなんだ。そうなんです。あれ、はい、このスポンジも必要ないから取っちゃった。まあスポンジも必要ないから取ったっていうんじゃなくて、これは実はスポンジはボロボロだったんで、そのスポンジのカスを吸い込んじゃうと、はい、エンジンに良くないので、うん、まあ、外してありますよね、うん、はい、っていうことですね、はい、そうなんだ、うん、でもなんかこのボディの感じとか、はい、内装の感じからすると、俺これエンジンノーマルのやつに積み替えたんじゃないのって思うんですけど、そんなことないです。違います。あ、そうなんだ、はい、そのサーキットを、うん、乗っていた所有者曰く、はい、オリジナルのエンジンで、うん、サーキットを制覇したい。あ、自分でやったやつで。そうですね、はい、だから、ね、エンジンボアアップしたりとか、うん、車内タービンってブースアップしたりとかじゃなくて、うんうん、あくまでエンジンはノーマルで。エンジンノーマルで。ああ、なるほどね、はい、うん、絶対これだったら大きいシングルタービンつけてね、はい、やりそうな気がしますけど、はい、なるほど、うん、なんとだから足回りだけすごい力入ってます、うん、本当ですよね、はい、このサスペンションどこのやつのみたいな見たことないよね。それしかも、ランチョで、うん、あの減衰力、車内から調整してます、うん、おお、すごい、はい、フロントとリアを別々にできて、はいはいはい、じゃあもう レーシングカーだ、レーシングカー、はい、そうなんですね。なるほどね。でも、もともとこういう車だって分かってたら、はい、買わないよね。ちゃんと知ってる人だったら。一般の人は手出しちゃいけない車です、うん、ですよね。やっぱ一般の人はあのエンジンノーマルだから大丈夫だろうと思ってて買ってしまったんだけど、うん、いやいや見てくださいと、うん、ね、その前の人がどういう使い方をしているかっていうのも非常に重要で、はい、そうですよね、はい、まあ、買うんだったらそっちみたいなノーマルっぽいね、はい、車買うんだったらいいけど、はい、まあ、でもちょっといじってあるから安く買えると思っちゃったのかも。まあね、あの持ってる所有者の方はもう乗ってなくてしばらくあのずっと寝かしてあって、あの、まあ、事故もしてるから、うん、まあね、あのしかも、ね、チューニングカーになっちゃってるから、はいはい、まあ、安くなっちゃうっていうのは分かるので、はい、まあ、お互いね、うん、安くなっちゃう、うん、安く買いたい、あ、そこが一致したからマッチングしたわけで買っちゃったと、はい、そうですね、なるほど、はい、これは 闇というか、まあ、しょうがない点もありますけど ね、 そうですね、あの一応あの車を、ね、うん、どういうふうに買うと、うん、いくらになるか、まあ、いくらになるかっていうと、うん、一番高い会社ってどこか分かりますか、うん、どこですか。一番、うん、その高く買わなく高くなってしまうパターン、はい、どうなんですか。順番からすると、うん、まず一番高いのは GTR 専門店です。そうですね、はい、群馬とか、はい、あっちので次に、はい、ディーラーの認定中古 車、ここはね、まあ仕方ないというか、はい、で次に、はい、大手中古車店、中古車店、はいはい、あります、はい、その下は、その下は、基本的にはあの個人売買、あ、もうそこから個人売買ですね。個人売買ですね。ヤフオク、あ、ヤフオクね、だったりとか、うん、メルカリだったりいろいろあるじゃないですか、うん、こっちは素人ですけど、うん、出品者側があのブローカーだったりとか、ありますね、プロだったりするパターン、ね、ヤフオクは大体そのパターンです。ヤフオク、うん、特にあの写真が綺麗、あ、写真の枚数が多い、ね、まあ、そういう場合は基本的にプロがやってる可能性があります。そうですね、はい、ヤフオクと業者オークション並行で出してると、まあ、ヤフオクって基本的にこう、ね、個人売買から発生してきたやつなんで、うんうんうん、基本的には本当は安く買えるのが当然なんですけど、うん、どうしてもその業者が入り込むので、うん、まあ、当然高くなっちゃう、ね、確かにね、はい、
まあ、でも個人売買ってその車のね、あの状態もわからないっていうのもありますけど、はい、やっぱ一番懸念なのってお金の支払いの部分じゃないですか、はい、まあ、サイト返してる時はまあいいかもしれないですけど、本当、はい、知り合いから買うとか、はい、直接譲ってもらうになった時って、はい、お金ねその場で払う払わないとか、はい、ローンやってくれとか、はい、ゲップでいいですかみたいなのって結構あると思うんですけど、はい、そういうトラブルの車実はうちで査定して買ったりとかってありますもんね。ありますね、過去にもね、はい、そこかな、うん、一番個人売の懸念のポイント。そうですね、自分の名義じゃないのに、うん、車売りたいんですけどって言って、うん、査定お願いしますっていうケースもあるんですよ。うん、でどうしたんですかっていうと、うん、まあ、そういう個人売買で買ったんだけど、うん、まだ名義変更してないんですよ、ね、あーね、その前の所有者の名前になってる状態なんですけどっていうパターンがあるんですけど、うんうん、じゃあ譲渡書類とか用意できますかって言ったら、うん、すぐ用意できますとかって言うんですけど、うんうんうん、なかなか用意できない。一度売ったんで印鑑証明書出さないよっていうケースがあるので。そうですよね、印鑑証明書って3ヶ月間しか有効じゃないので、うん、3ヶ月以内に名義変更しないとダメなんですよね。実は一生所有権を移転できない可能性が出てきてしまうということです、うん、そうするとその人も売れないですもんね。だってそうですね、はい、で逆パターンもあって、うん、車売った後にいつまでも名義変更してくれなくて、うん、自動車税が毎年来ちゃうっていうパターンもあります。あ、なるほどね、はい、元の持ち主の方に。そうです、はい、だから本来は相手にその名義変更を任せるんじゃなくて、うん、自ら名義変更した上で渡す、うん、もしくは、名義変更が怖いんだったら、うん、一旦抹消して、うんうん、一時抹消した状態で渡すっていうのが安全です、うん、そうですね、はい、もう連絡取れなくなっちゃう場合とかも大にしてあるじゃないですか。そうですね、車とその書類と車とお金を一緒に引き換えるっていうのが一番。そうだね、個人売買でね、うん、はい、まあ、個人売買って安く買えるっていう利点はあるけれど、はい、我々みたいな、まあ、中古車買取店が存在してる理由っていうのは、そういうところをトラブル起きたくないっていうね。そうですね、はい、まあ、例えばこの車今実走行4万キロなんですけど、うん、メーターだけが4万キロで、実際もっと走ってたりする車っていうのがいっぱいあるんですよ。ありますよね、ありますよね。だけど4万キロのメーターだから、まあ、おそらく4万キロみたいな感じで、うん、個人売買で売るケースがあるんですよ。調べようないじゃないですかね、個人の方だったら、はい、我々だったらね、システムありますから。あとはやっぱりこれもそうなんですけど、うん、まあ、修復歴のある車が非常に多く、うんうん、出品されてたりとかしますね、うんうんうん、で、こういう桃があった時は必ず事故車だと思ってください、うんうん、自分は素人なので事故車の判別ができないんで、おそらく修復歴はないと思うんですけど、詳細は修復歴ない状態で買いました。ああ、そうですね。自分はそう買いました。修復歴ないって言われて買いました。うん、だけど自分はそれは分かりませんっていうのは、はい、おそらく修復歴ありだと思います。はい、でもまあごもっともですよね。お店じゃないんだもんだって。はい、別に言ったもん勝ちじゃないですか。そうです、ね。責任問われないじゃないですか。そうです。ノークレームノーリターンだから。しかもノークレームノーリターンって言ってるんで。はい。はい、まあ、そういうところでね、はい、まあ、個人売買のトラブルって結構いろいろありまして、うん、まあ、このオーナーさんもそうなんですけど、うん、まあ、そういうトラブルに巻き込まれたっていうか、うん、ちょっと後悔してしまったみたいな時に、うん、まあ、ミークにご依頼いただければ相談にも乗りますし、うん、そうですね、これ別にその、まあ、トラブルなわけじゃないと思うんですけど、トラブルじゃないんですけど、うん、まあ、買って後悔しちゃった車、うん、そうですね、ということですよね、うん、はい、買ってからだって半年間ごちゃごちゃやってて、うん、結局ダメだったっつってもう引き取ってくださいって言われて、はい、分かりましたっつって、はい、まあ、あとは、はい、まあ、さっき見たような状態になってる GTR、はい、これ普通の買取店だと買い取らないと思いますよ俺、うん、と買い取ります買い取るんだ。5万とか10万だったら買ってやるよみたいな話になっちゃうんだけど、はい、ある程度適正な価格で、はい、その買い取るってなった時にはちょっと厳しいかな、うん、なるほどね。まあ、そのあたりはトラスト企画一番得意なとこですもんね。そうですね、はい、これね実はエンジンかけると分かるんですけど、ちょっとやってみましょう。エンジンかけましょう。じゃあ、はい、とりあえず、はいはい、かかんないんですね一発だと。後ろ見て、後ろほら、you
環境には反射の車です、はい、これ反射の車と言われてます。ヨーロッパで走られてると、ね、これ蒸気機関車ですか、はい、そうですよ。ちょっと真岡鉄道の状態だった。あ、本当、はい、あの体重みたいなね。そうですね、はい、まあ、年長から何にから合ってないっていう、ね、まあそうですね、感じですよね。結局そのね、しばらく寝かしてたりとか、うん、まあ、ちょっと仕様変更したのかちょっと分かんないですけど、うん、基本的にこういう状態だとまず整備工場さんからは断られますね、うん、そうですね、はい、あのついてるものがついてないので、うん、はい、基本的には、はい、いやちょっとうちじゃ難しいかなって言われて、もうよっぽど大金積んでチューニングショップさんに何とかしてくれって、はい、でもそれの場合って100万かかったりとか平気でしちゃうんで、平気しますよ、ね、そう、はい、あのね、普通のただ車検を通すだけじゃなくて、はい、いやこれをノーマルにしないとダメですよとか、これを取り付けないとダメですよとか、あと例えばコンピューターのセッティングが悪いからセッティング料がなんだかんだってやってて、もう100万200万って、うん、あのそうなった時は速やかに撤退です。そうですね、うん、だからお客さんまだ乗りたいのは分かるんだけど、うん、ね、でもやり始めちゃったら分かる。いやこれね一番ね闇なんですけど、分かる、チューニングショップに頼んだ時に、うん、じゃあ30万ぐらいで車検通してあげるよとかって言って預かるって、ね、やってたらね、そう2ヶ月も3ヶ月もやってて、うん、いや実はこれも追加でやんないと通らないみたいとか、これをつけないと通らないとか、あとセッティングしないと通らないとか始まって、うん、最終的に100万円超えますよってなって、うんうん、いや100万もすぐ用意できないよっていう話になって、ね、いやお金払ってくんないとできないし、もうすでに途中までやっちゃってる、取っかかっちゃってるんで、もうどうすんだって話になって、結局一番はその車屋に安く買われちゃう、引き取られちゃうっていうパターンが多いんですよ、これ。これ危なかったね、お客さん、本当に、はい、よかったね、トラス企画に依頼できてそう、はい、そう、今までの修理代よこすよと、本当ですよ、いう話になって、その修理代払えないから車売るみたいな話になって、うん、じゃあ車と交換だみたいな話、うんうんうん、でこんな車安くしか買い取れねえからみたいな感じで、そうですね、もう反社みたいなチューニングショップありますから本当ですよ、業界にはよくある話、はい、そうですね、はい、まあ、そんな形なんで、うん、まあ、この車はねもともとそういう車だったけど、例えば自分で途中まで作ったけどもう時間なくて無理だっていう中途半端な車とかも買い取りできるじゃないですか、うちだったら。そうです ね、はい、だそういうところで、まあ、いろんなご事情を抱えてるお客様はいると思うんですけど、まあ、うちは柔軟に対応して、もうこの車は買い取れませんっていうのはよっぽどじゃない限りないと思う。そうですね、うん、はい、もう30年ぐらいね、はい、あの雨ざらしになった車もね買い取りしたりとかねお腹半分土に返ってるようなやつがね、まあ、あります、ありますよね、はい、あります、普通にあります、はいはい、まあ、そんな感じなんで、あの柔軟にねお客様には対応させていただきますので、うん、ちょっと特殊なケースはミー君です。そうです ね特殊なケース、あのね査定員も、はい、やっぱ人なんで、いやそりゃそうですよ、ええ、タイヤ土に埋まってんですかみたいな、えとかって、うん、でしかも、まあ、土に埋まってるだけならいいんだけど、はい、車を引き上げるのはいいんだけど、ね、アルミホイラー返してくれみたいな話であの引き上げるときにタイヤ外してくれとかっていう話、どうすんだよ、タイヤ外したまま帰ってくるときあるんですよ。事前に分かってればね、そうそう、あのテンパ積んでいくんですけど、うん、事前に分かってればタイヤを積んでいくんですけどね、純正ホイール持ってったりとかするんだけど、はい、タイヤ返してくれとか、みたいな、そうシートとかハンドル返してくれとか、はい、アメリカの時にエンジン返してくれって言われてるから自分で下ろしてねっていう感じですけどねそういう時があって、はい、まあ、それでもね、はい、あの一応対応してるわけなんですよ、はい、そうですね、はい、あの基本的には、はい、あのじゃあトラスト客もあの一般の買い取り店とそう変わらないので、うん、あのその特殊な案件はでこっちに来ないと、はい、多分おそらく弾かれちゃう。いやそりゃそうですよ隣みたいな車だったら全然あのどの査定員でもね大丈夫だと思うんですけど、はい、まあ、こういう特殊なケースとかね、はい、もう半分動かないような車とか、そうですね、特殊なやつはミー君にご依頼いただくと、はい、よろしいかなと思いますので、はいはい、査定のご依頼の方よろしくお願いします。はい、はい、でこの車はこの後どうなりますか。この車はうちでも実は直さなくて、はい、あれこのまま直さなくてこのまま業者オークションに来ると思われます、はい、なるほどね、はい、じゃあこの車をね、はい、その業者オークションで買ったどっかのチューニングショップさんが
ベースで使ってくださいっていう感じで。そうですね、はい、このままちょっとね、これだとエンジンあればいい、うん、エンジンっていうか、まあちょっとね、あのセッティングとかすれば、うんうん、サクッとで走れるような車になっちゃうと思うんで、はい、まあ、ナンバーつけないでね、うん、本当に、走行会しようとかね、うん、全然いいと思います。するのには、はい、まあ、格安なお車だと思います。はい、はい、業者の皆さんもぜひ注目してください、はい、よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車。現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたの動画もお待ちしています。